並びオカミミガイ、学名ウォーキアラストラデュプリーコタは、有イ目オカミミガイ科に分類される巻貝の一種。西太平洋段階域に分布し、気水域の遠征湿地に生息する、気褐色の貝である。生貝は、拡張5から8ミリメートルほどで、1センチメートルに、達する個体は稀である。貝殻は、ラグビーボール型で、光沢のある、気褐色緑褐色をしている。 縫合が波打つ点で、類似種と区別できる。殻口の内唇、軸唇に、計3個の小さな歯が並ぶが、この内内唇の1歯が、比較的大きい。外心は飛行せず、歯もない。貝殻の形や色は、和名通り、オカミミガイエロビアムチ年生に似るが、オカミミガイより、ずっと小型で光沢があり、外心が飛行しない。日本では、三河湾から九州。 沖縄本島北部まで日本以外では中国南部に分布する。なお、沖縄本島産のものは沖縄型と呼ばれている。波が静かな内湾、気水域の遠征湿地に生息する。大潮の満潮時に水が届くほどの波打ち材上部で、よし、千葉や水場、浜うど等の海浜植物が生えた区域にいる。暗く湿ったところを好み、昼間は、 石や漂着物の下に潜む。オカミミガイカとしては小型種だが光沢があるので生息地では比較的目につきやすい。オカミミガイカの中ではオカミミガイ、キヌカツギハマシイノミガイ、オキヒラシイノミガイ、クリーロコミミガイ等も同所的に生息することがある。これらの中でも本種とオカミミガイは生息環境の格乱に比較的強く。 開発の手が入るなどして他種が死滅した環境でも生き残ることがある。生息地は分布域各地に点在するが内湾の埋め立てや護岸工事などにより生息地が減少している。日本の環境省が作成した海類レッドリストでは2007年版で絶滅危惧通類として掲載された。 しかし分布域の各県が独自に作成した、レッドリストではそれよりも厳しいランク付けが多く、絶滅が危惧されている。ABC 奥谷高志編著、日本近海三海類図鑑2000年東海大学、出版会 ISBN9 兆7844億8601万4065、ハット AB 三浦智之、日型の生き物図鑑2007年、 南方新社 ISBN9 兆7848億6124万1390図鑑修正版 AB 並び岡耳飼いアーカイブド2011年10月4日アットザウェイバックマシン並び岡耳飼い沖縄型アーカイブド2011年10月4日アットザウェイバックマシン日本のレッドデータ検索システム佐藤聖天変有明海の生き物たち日型、 川口域の生物多様性2000年回遊者 ISBN49 億593万57長崎県環境部自然保護課気象野生動植物捕獲等を禁止区域についてアーカイブド2012年6月10日アットザウェーバックマシン長崎県環境部自然保護課長崎県レッドリスト2011年改訂版ありがとうございます